シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくだけは超究極やってくってやさで。さあ、というわけで今回は超究極のミッションやっていきたいと思うぜ。スピクリターンのやつとその他2体以上編成してクリア。で、今回紹介するのは、普通の攻略で苦戦している場合、まあ、かなりいい攻略手段になってくるんじゃないかなというもので、若干裏攻略、裏技攻略みたいな感じになっている。なるべくね、編成しやすいキャラにやったんだけども、その使うキャラとは、ヤクモ。はい、まあ、ヤクモは、まあね、みんな狙って引いた人も多いと思うから、まあ、所持率は高いんかなというところで、このヤクモがマジでやばいのよ。それで、その他のキャラクターも現在入手可能で、なるべく簡単に手に入るモンスターでやっているから、そのアンフェア強いけど、なんだかんだ、まあ、用意するの難しいじゃねえか、ということでね、複数編成とやり方を紹介していきたいと思う。で、まあ、今回のその攻略はすべて運ボが必要だから、そこは了承してくれよな。はい。というわけで、やっていこう。オッケー、やっていきますか。まず、ヤクモの SS をぶちかます。はい。これでエレメントアタックを回避できて、ここも突破することができる。で、まあ、たまにこのリシュル残るんだけども、残ったら、ま、やり直すと。だから、まあ、ここが、一番、なんか難しい感じかな。ここを抜けれたら、ま、一安心と。で、もともと別の編成やってたんだけど、カッパがワンパンできてしまったから、ちょっとこっちを、まず紹介していく。はい、で、これは、縦か、左に感じで SS を打っていく。すると、もう簡単に全員倒せてしまう。ヤクモ、やべえだろ。で、次どうすんのと。次削れんのかというとこなんだけど、これ実を言うと、ヤクモ強すぎて、逆にすぐに突破してしまうっていうことになるから、もう全然安心して OK。もうこれで大丈夫だから、でも逆にね、そのミスって削れなかった場合は、1P がもう一回 SS 溜まり直すから、それで全然 OK。で、ヒヨコはちゃんと意識する。うん、OK。そう、1P がもう一回溜まるんだよな、SS が。それでも確定で突破できるから、やばい、本当に。で、こんな感じでヤクモは、3フレすると、おなんか、めっちゃ入んのよ。で、その後、地雷持っても入んのよ。なんか、一気にもっと削る場合がある。まあ、こんな感じでね。ぐるっといって、あっ！あー、まあ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 、いいでしょう。ほらね、連続で行ったでしょ？で、3P はギミックに対応していたら誰でも OK。今回はアンフェア持ってないっていう人もいるかもしれんから、この子で、やっているぜ。で、役目としては、カッパをずらすのと、SS を打つと結構楽にボス1の雑魚処理やってくれるから、追撃も入るんだよな。はい、それで連れてきていると。よし、で、ここで。もう撃たなくてもいいんだけど、もう SS 撃って突破しよう。行ってこーい。やべえでしょ、本当に。で、これ SS 撃つと簡単に突破できるけど、カッパの位置がわからんなるから、元の位置が良かった場合は、まあ、撃たない方がいいかもしれん。でも調整できるよな、これで。OK。で、待って、めっちゃいい場所止まってない？でも、悪い位置に止まった想定として、ここ SS 打って、雑魚処理するわ。3P でね、もう簡単に雑魚処理できるんだけども、まあ一応ここで打っていく。うん、OK、いいよ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 。うん。お、完璧！いや、でもこれ SS 打つとちょっとボス削れるから、打たねえ方がいいかもしれんな。で、ここ悪かった場合は、この 3P でね、こう調整してもいいんだけど、今回は大丈夫。で、もう終わり。3P でも調整しきれねえ場合は、もう一周待とう。で、地雷もなく、いらず、もうボスどこ殴っても、これで、死にこだま。抜いたのかってワンパンできちゃうわけ。このパワー
やべえやべえんじゃない？今んところ5回やって、4回成功してる。1回が下でミスった。最初ボス、あ、バトルワンでミスっただけ強っ。 OK、 やっていきますか。これが前にやっていた編成で、同じように役者の SS をぶちかまして倒していく。まあ、これが入れ番とかしてとか、当たりどこ悪かったりして倒せない時あるんだけども、まあここが一番の難関かもしれんな、本当に。まあすぐやり直しはいいんだけどな、うんぼだから。それでもともと五条先生の1体とか2体入れて、そのアンフェアでバフ打って SS をぶちかましてワンパンするっていうのをなんか動画撮ってたんだけど、まあそもそも五条先生いないとか、意外とワンパン難しくて普通の攻略になりがちだったんだよな。でもこの役も編成は、最初さえ突破できれば、もう全然もういけると。で一応削れるように打っていくが、全然削れなくて OK、 ミスってるし、まあ、というのがさっきも言ったように、ヤクモがここ強すぎて本当に楽に突破できんのよ、ここ。だからまあでもその場合ちょっと注意点というか、押さえておきたいところがあって、アンフェアでも削ってるけど、ヤクモ見といて、壁 SS 短縮しつつウォール触れて殴っていく。ほらこんな感じ、ほら連続でやると、まあ結構削って次で突破する可能性が全然あると、壁 SS 短縮したいから。でその場合まずいんかというと、全然そんなことなくて、あ、待って、これちょっと一応じゃあこれウォール2個もう消費してすぐに突破しないようにするけど、まあ、というのが早く突破すると、まあ、待てば2段階目いけるんだけども、1段階目で SS をかますことになる、ほぼ。でそれなると攻略が難しくなるんかっていうと、全然そんなことなくて、だからもう突破するんだ、もうすぐ行っても OK。 でも2段階目で打てる状況の方が結構いい感じに攻略できますよというのがある。はい。でこの後のヤクモで突破すると、まあ安全に3フレ地雷で殴っていこう。うん、お、ちょっと壁 SS 弾短縮右、まあいいか、全然関係ないか。よし、さあボス戦いくよ、行ってくれ。うん、で 3P でも絶対に処理できるから、ここはまあ短縮を意識するだけで OK、 完璧。ちょっと入ってんだよな、弱点封印解いてなくても友情コンボで。ここで SS を打って、まあ、確実に突破すると、突破じゃなくて雑魚処理すると。でさっきを1体残ってなんか追撃でな、倒したんだけどダメージが見えなかったんだよな。まあ、でも大体まあこうやってね倒せるから OK。さあということで、こっからボスワンパンしていくよ。みんなを右に集めていく。まあ最悪ヤクモだけでいいんだけど、右に行くのは。でここで SS がまあ全然溜まってなかった場合は、こんな感じで壁 SS 弾短縮をして、まあ運よく右に止まればいいなっていうのもやってもまあいいよな。まあ、その後待てばいいから。でこれちょっと運よく右側行ったけども、今回ねこれ例であって、本来は左のこのヤクモみたいに、右に調整しておいてほしいと。 OK、 いいよ。さあこっから壁ドン大号令打ってワンパンするよ。多分みんな思ってんのが、その打つ他のメンバーで右下の弱点開けた最後にヤクモの壁ドンぶちかましてワンパンって思うかもしれんけども、そんなんじゃなくて、なんと2段階目地雷持って壁3フレーするとボスどこ殴ってもワンパンすんのよこれ。じゃあまず行こう、アンフェアでバフやります。だから今回弱点殴ってほしくねえな。
ごい。よし、オッケー。で、いくよ、うっすら。上殴ってくれ。弱点いくな。逆に行ってこい。おっしゃー強すぎ強すぎ。逆に右のパワーアップボール触れなかった場合、触れれなかった場合、これもう次ボス瀕死で2段階目の SS 次で撃つとすぐ倒せる。これミスっても OK なんだよな。はい、というわけで帰ってきました。同じようにやっていこう。これ右のパネルウォール踏まねえようにね、何回も挑戦していく。これから入れてこい。おじゃ、はい。でここ弱点ついた場合はワンパンできる、ワンパンできるんだけど、それでもね、もう両方とも悪い方を引き当てた場合、この後はい、いくよ。これでいいね。おい、終了強すぎ、強すぎ、強すぎるやばい。はい、1段階目のパターンやっていこう。まあ、これで倒し損ねてもボス2で終わらせれるし、ここで弱点を当てれた場合勝ち。あーあーあー、まあ、そっか、上空いたか。俺でも結構出たな。俺なんかすげえ出たぞ。おっしょ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 、オッケー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 。場所最高。おっしゃー。はい、まあ、という感じでしたわ。守護獣サメで置いとくと、まあ、SS たまらなかった場合に調整できるから、まあ、そういった ねいいかなと。はい、という感じでした。オッケー、お試しあれ。はい、というわけで最後におまけ。もう勝ちたい、とにかくとにかくもう勝利だけもぎ取りたいという場合、逆も艦隊で普通に勝てる。でこれバトル1と、まあ普通にあの SS 立つにバトル1もバトル2も突破できるんだよな。だからまあそういう手でもいいんだけど、まあ、SS あった方が確実。まあ、ウンボでね、そんな高い勝率取れるんなら全然待った方がいいしな。まあこんなね、こんな削んのよ、本当に。これ確実にあの普通にプレイするより楽よ、ここは。いやー、でも俺ほんとヤクモ好きだわ。やっぱ去年の新春でヤクモ出た瞬間のあの感動はやっぱ忘れられんな。まあ政宗もすげえ強いんだけどな。政宗の場合って、新しくできるクエストが政宗に合わせていってんだけども、ヤクモの場合は登場した当時からもうぶっ壊していったじゃねえか。それがねすごい感動だったかなと。はい、でこれグダっております。でも倒せた。でこのままボス SS 打ってね、もう全然もう一手でぶっ飛ばしていけるんだけど、まあ俺この艦隊やった時にもうワンパンのやつをもう覚えてるから、ワンパンでねぶっ飛ばしても OK。 普通に SS をぶちかましてボスを処理ゆっくりしていっても OK。 そうで右壁触れてなかった場合でも弱点つければワンパンはできますよと。はい、なんかまあいろんなパターン結局見せれたなという感じでした。いやー、まあ若干裏攻略というか、
まあ、大体いつもね、ヤクモ試すんだけども、今回エレメントアタックあるからどうかなと思ったけど、いけるんかいっていうね。はい。参考にしてくれたら嬉しいですけど、お待たせしましょう。アバヤ！いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ！焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣きってしかたねえ。